大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、女子128人トーナメント前回の続きやってまいりましょう。シャープ19、本日より、G ブロックということで7つ目のブロック、16名、新たな16名が登場ということなので、読み上げをしていきます。あの X も登場します。いきましょう。サイキレイカ、ソーニャデビル、ハイパーミサオ、クロネマホ、井上京子、林田宇多美、ダンプ松本、イーグル沢井、カンドリ忍、バイソン木村、ジャンボ堀、シェイナ・ベイズラー、堀田由美子、コナミ、ジャガー横田、X。さあ、ということで、X の登場も、今回誰なのかっていう話題もありますが、このメンバーを見て、きっと誰かが言っているはずです。なんかえらい強いやつ集まってない？一番私がそう思っております。もうしかし転がり始めた石は止められません。 It's a Rolling Stones。 よくわかりませんが行ってみましょう。では本日も5試合お届けしてまいります。まずは1回戦の第1試合、サイキレイカ対ソーニャデビルの試合お届けしてまいります。試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドの Steam 版、 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にあーだこーだと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。さあ、ということでですね、ちょっと声が裏返っておりますが、今回は各ファイプロ団体 WMW に所属する620名ほどのレスラーの中から女子レスラー128名でトーナメント形式で誰が一番強いかを決めるという企画でございます。128名を8つのブロックに分け、各ブロック16名で、予選トーナメントを開催。予選トーナメントを勝ち上がった8名が決勝トーナメントに進出、決勝トーナメントを制したレスラーが128名の女子の頂点、そして、タイトルマッチに挑戦という流れになっております。試合ルールにつきましては基本ノーマルルールの時間無制限一本勝負、クリティカルの発生率は普通で、裁くレフェリーが阿部志郎レフェリーなので、移動速度が速いのと、3カウント、反則カウント、場外カウント、全てのカウントが速いという風になっております。引き分けになったら再試合です。はい、というわけで、やってまいりましょうかね。いやー、これね、今日、まあ、ちょっとこの G ブロック、まあ、収録にあたって当然そのファイプロワールドにレスラーをこう、まあ、なんていうんですかね、もうすでに決めている、G ブロックの16名のレスラーを入力していくという作業を、まあ、していくわけなんですけどね。で、それをやってる時にはたと気づいたのが、いやこれめっちゃ強いやつおるやんみたいな感じになったんですよね。でもう前にも言いましたけども、一応今回128名を16名ずつにこう分けていく作業の時に、一応は被らないようにみたいなことは考えたんですよ。でその被らないベースというのがレスラーの所属が多い団体である全日本女子女子プロレス全女と WWE、この辺が被らないようにだけはなんかしたんですよ。だから前女ばっかりとかね、 WWE ばっかりとかにならないように、あとスターダムばっかりならないようにみたいなことは一応考えたんですよ。ただそこに LLPW とか JWP とか他の団体が混じってるとかっていうことはあんまり考えてなかったんですね。それさえやっときゃいいやというか、もう流れ作業で、もう一つ、まあこれはもう言い訳ですよ、もう言い訳太郎です今日はね、言い訳ですが、この時女子レスラーが128人いると思ってたのが1人足りない、だからまあ X ということで X 騒動が起きたわけなんですけども、その X をどこに入れるかとか、そんなことばっかり、あとまあ次回登場することになる、マスクド嫁ですね、マスクド嫁のこととか、そんなことばっかりちょっと考えてたので、この G ブロックの16名がどんなパワーバランスというか、どんなメンツが揃ってるかっていうことをあんまり気にせずに、もうゴーサインを出してしまったということですね。当然もう A ブロックから始まった時点で、もう今度 A ブロックとか、その企画進行の方をどうすればいいかなみたいなことをずっと、注力することになったので、
この G ブロックがどうなってたかっていうのは、この G ブロックがスタートするまで私全く考えておりませんでしたので、これでビックラこいったということになります。まあしかしもう始まってしまったものはもうしょうがないということで、やらざるを得ないと言ったらダメですけどね、やることになりました、はい。ちなみに X の名前についてはまだ隠しておりますが、次回ですかね、1回戦の第8試合で、お披露目して、この時には、今結局ね、トーナメントのデータを組んでからレスラーの名前を変えてもデータが消えないっていう仕様になっておりますので、わざとあえて X に名前を変えてるというだけですね。だからまあ試合に登場するときには、まあそのまま名前で、いや登場するまで X でいいんだな、まあ別にいいですよね、はい。ということにちょっと、一応こうなんていうんですか、仕掛けてみる、仕掛けるというか、演出を撮ってみました。さあというわけで試合の方に集中してまいりましょう。1回戦今戦っているのは、1回戦第1試合ですね、戦っているのは才木麗華、青いコスチュームの方ですね。これ才木麗華さんって筋肉が自慢というか、のレスラーだったんですけども、今はもうプロレスはちょっとお休みされてるんですかね。あんまりなんか活動されてる、試合をしてるとかっていうのがない。まあアイドル、筋肉アイドルとしてボディービルをしながらアイドルのお仕事の方に注力されたんでしょうかね。さあジャックハマー、おー、ソーニャデビルのことに触れずに終わってしまいましたね。筋肉アイドルレスラーは健在というのになっちゃいましたね。ありゃーソーニャデビルのこと触れたかったけど、ちょっとあんまりにも才木麗華のパワーがすごすぎたということですかね。試合時間10分51秒、ジャックハマーからの片指固めで才木麗華がソーニャデビルからあっさり3カウントを奪った試合でした。ちょっとまあいいか、もうしょうがないですよね。ソーニャデビルファンの皆様、またどこかでお会いしましょう。では淡々といきましょうね。本日も5試合をお届けしますので、1回戦の第2試合となりますハイパーミサオ対黒根真帆の試合、これもね、東京女子対決になっちゃったけど、まあしょうがないですよね。もうローリングストーンズですよ。はい、行きましょう。試合開始です。さあということで、ハイパーミサオですね、緑のコスチューム、背中がねあんまり見えないんですけども、背中のこの模様がちょっとだけ、唐草模様っぽくなってる、実際にはこのコスチュームに、風呂敷っていうんですかね、風呂敷唐草模様の、マントをかぶってというか背負って入場してくるっていうのが大体のパターンじゃなかったですかね。東京女子プロレスで現役でプロレスをしている方、現役のプロレスラーで、一応バックボーンが、バックボーンというかそもそも引きこもり的な存在で、その引きこもりの時にプロレスに出会い、その出会ったプロレスが葛西潤で、葛西潤という存在に出会って、そこからプロレスラーを目指すことになり、でプロレスで葛西潤と対戦すると、東京、いや後楽園ホールか、東京後楽園ホールで、シングルマッチが組まれるようになるという夢が実現するという、で実際に、いや実際じゃない、その試合をやって、で、さらにですね、東京女子のスタッフの方でしたっけね、まあ、結婚まで、するということで、まあ、本当にプロレスにこう助けられたって言ったらおかしいですかね、プロレスで人生をこううまく好転させたっていうような、現役の今はだから主婦レスラーみたいな感じになるんですかね。で対するは黒根真帆ですね、こちらは同じ東京女子プロレスなんですけども、もうすでに引退をして、もうだいぶ経つんじゃないですかね、引退したんですけども、そのまあ短いことないか、キャリアの中で、印象付けたインパクトはかなり強くて、もともとはゴスロリ、なんていうんですかね、
ゴスロリっていう、ゴスロリの説明ができないですけど、まあゴスロリですね。ゴシロリロリロリータですね。ゴシックロリータっていうんですかね、をゴスロリ、違うな、まあいいや、なんかそんなんですね。で、そういうキャラクターだったんですけど、いつしかなんかゾンビキャラクターみたいになっていて、で、そっちの方が受けて、で、それを、突き詰めていくというようなことで、かなり強烈なキャラクターになりましたが、まあそれがハマったと。ただ、まあ体が、と心が蝕まれたようで、もう、プロレスラーとしてだけじゃなく、通常の生活も、かなり厳しくなったということで、あっさりすっぱり引退されて、今はもうどうされているか一般の方っていうことなんでしょうね。もうプロレスには全く携わってないとは思うんですね。ただまあ個人的にその時残した印象が強いのと、ファイプラーとしてはそういうちょっと変わったレスラーをたまにどうやって表現しようかなとかね、思うようなことがあるというのにチャレンジして、見たかった、一人です。ちょっとコスチュームじゃない、コスチュームはいいんですよ。あのね、顔がね、もうちょっとこれはね、バットマンに出てくるジョーカーっていう悪役がいるじゃないですか。あのジョーカーをパイプロで作ってる人がいて、それをパクってきたというかダウンロードしてきてやってるので、本当はこんなにね、ここまでどぎついキャラじゃないんですよね。ただあの唇の表現はこれがすごくいいんですよね。だからまあ本来はもうちょっとこだわって作ればいいんでしょうけども、ちょっと顔パーツに関してはまあこれでご勘弁というようなことになりますかね。さあというわけで、東京女子の戦いがここで繰り広げられることになりますが、まあこれがね、この間試合中にまたこの話ぶっ込むとあれなんですけど、長くなりそうなんですけども、あの東京女子の中島翔子っていうレスラーがいて、でその中島翔子が登場するタッグマッチがあったんですよね。でそのタッグマッチの動画を、ミスターガンノスケさん、今はもう本田さん、もうプロレス引退されてる、今介護の仕事されてる、あの元ミスターガンノスケさんが、その動画をどっかでまあ見かけたようで、で、まあ、元プロレスラーとしてこの試合のその動画をちょっとだけ見た時に、ロックアップ、組むドッキですよね、このレスラーとこの瞬間ですね、ここがどうもちょっと気になるなと。なんかこのロックアップが、もうちょっとこう力を入れて組んで流さないような感じにした方がいいんじゃないっていうような、まあ、苦言じゃないですけども、まあ、アドバイス的なことを、やったんですね。で、まあ、ツイッターでそれをまあつぶやいたら、それがまたちょっと騒動まで言わないですけども、まずご本人、中島翔子、そこに登場する4人の中の1人に、伝わって、その中島翔子が、まあ、最初はロックアップについてはこだわってやってきてると、それでもまだまだだと思う、でもまあこれでやってきたんだからっていうのから、そこでやめときゃよかったんですけど、その後、あんまり知らない人がそんなことをごちゃごちゃ言われたくないみたいな感じなことを言ったんですね。もうそのツイートは消されてるみたいなんですけども、まあ、当然画像として残ってて、で、さらに、有名な人に乗っかりたいだけなんでしょう、近づいてくんないよみたいな感じのところまでちょっと踏み込んじゃったと。でミスターガンノスケとしてはそれに対して、いやそんなつもりで言ってんのにそこまで言われる必要あるか俺みたいな感じになって、皆さんどう思いますみたいな感じになって、で今度は当然その騒ぎを聞きつけてる高木三四郎がいて、で高木三四郎が自身でやっている、YouTube の放送の時に、今日はロックアップは NG ワードですっていう話をして、あほんな知ってるけども無視したんやなっていうのをまたミスターガンノスケが聞いて、でミスターガンノスケが、おい三四郎と、お前そこはちゃんと話し合おうぜみたいな感じで言って、ほんで高木三四郎がこれはあかんということで火消しにかかって、直接ミスターガンノスケと、電話会談を行い、30分ほど話してお互い、まあ思ってることを話した上で納得したので、もうこのことについては終わりっていうことになって、まあ、高木三四郎が、まあ、東京女子の、上の人間として大人としての収め方、ミスターガンノスケももうこれ以上このことについては、触れない、ただロックアップについては今後も、なんていうんですかね、こう注目して見てもらえたらいいと思うよっていうようなことが
でそこに秋山純がちょっと絡んだりしてきたんですけども、それはもう別にかき混ぜることはなく、僕はそのロックアップの考え方間違ってないと思いますよみたいなことっていうのがちょっとあったということですね。いやー面白いですね、そういうのがね、だから結局まあもう大人が入って火消しになったので特に何もないし、現役プロレスラーと元プロレスラーが、絡んで今のプロレスを知らんくせにみたいになってる。でミスターガンナスケとしてもそのロックアップ以外についてはよく練習してるなっていうのを認めてたので、そのロックアップ以外についてケチつけてるわけじゃないんでね、っていうのがちょっとあったということです。はい、というわけで試合が終わり、うわいいとこで終わったのか、これで良かったのかよく分かりませんが、ジョーネマホが勝ちました。ちょっとおしゃべりが過ぎましたでしょうかね。であとまあ本当はちょっと言いたかったのが、ファイプロは、きちっとロックアップしてるから、うちはちゃんとしてるなみたいなことを思ったということですね。はい、試合時間15分30秒フライングボディープレスからの体固めで黒根真帆が黒、ハイパーミサオから3カウントを奪った試合でした。はい、喋りすぎましたかね。いやだからこの話題をね言わんとこかどうしようか悩んだんですけどね、もう僕黙ってられないっていうのがなんかあるんでしょうね。しょうがないですね。はい、まあまあその辺が、いいのか悪いのかはもうすいません、皆さんに、投げます。さあというわけで淡々とやっていきましょう。本日の3試合目、1回戦の第3試合、井上京子対林田宇多美の試合お届けしてまいります。試合開始です。さあということで、井上京子ですね、まあ、全日本女子が生んだ、最高傑作だと僕は思ったりしてるんですけどね。まあそのエースっていうんでいいですかね、まあ、全日本女子って言えば誰っていうレスラーはいっぱいいるんですけども、この人ほどなんて言うんでしょうね、この素質にあふれてるというか、なんて言ってんやろな、もうすべてがなんかこうちゃんとできてるというか、バランスのいいというか、レスラーパワーもあって飛ぶこともできて、で表情もちゃんと作ることもできて、で意外とお茶目に面白プロレスもちゃんとできて、で女子らしいって言ったらダメかもしれないですけども、こうなんか哀愁を漂わせるようなこう泣き顔を見せたりすることもあって、でもちろん、プロレスのイロハをちゃんと分かってて、なんかもうね、あとすごいお酒強いらしいですね。前に高木三四郎と誰だったかな、佐々木隆かの対談番組かなんかで、DDT の時あなんかで高木三四郎がなんかの時に、井上京子となんか飲んだっていうことがあったみたいなんですけども、高木さん白らがかかっても全然かなわなくて、で井上京子はそのまま、高木さん白たちがお酒に潰れていく中、もう一軒じゃあ行ってきますとかって言って店を出て行ったっていう伝説が残ってるとかね、まあ本当か嘘かわからないですけどね。ということで、今回のその決勝トーナメントに、名を連ねても全然おかしくない一人、井上京子という説明でよろしいでしょうかね。で対するが林田宇多美、現在もスターダムで活躍する、今なんかのベルト取ってるんですよね。スターダムなんかいろいろ種類がベルトあるんでよくわからないですけども、チャンピオンとして君臨する女子レスラーですよね。で名前出てこへん、この方のお父さんがすごい腹立つ、それがまあ分かりますよね、あのお父さん、あのお父さんの娘、その大家族の一員一人っていう、今までなんかそういうずっと言われ方をしてたんですけど、最近っていうことなんですかね、ちょっと前からなんかその言われ方をしなくなったなっていうのは、僕が思ってることですね。林田宇多美っていうのがそっちがもうちゃんと強くなったので、あの大家族の、次女やったっけな、四女やったっけな、なんかそんなっていう、言われ方をしなくなったのが、僕としては林田宇多美がすごい成長してるんだろうなというような
勝手なですよ、僕の個人的な勝手な意見ですからね、批判されてももう知りませんからね、僕は知ったこっちゃないです、それはね。ただでもよく頑張ってるなっていう意味ですよ、はい、ということですね、お父さんのあなんかニックネームが出てこない、もうまたや、はい、ということです。さあ試合の方に集中しましょう。もうこれはこれは言ったらあかんな、もう先ほどみたいに、余談で終わらすわけにはいきません。さあということで、どうでしょうね、7分経過、林と宇多美の方がでも着実にダメージを与えているような気がしますが、井上京子は一発があるので10分ぐらいまでに林と宇多美がリードを完全なはっきりと見た目で分かるリードを奪っていないと一気にひっくり返されるぐらいの、井上京子にはパワーがあるラリアットと、スプラッシュマウンテンじゃない、スプラッシュマウンテンじゃないよ、ナイアガラドライバーでしたっけ、この人の場合、っていうのがあるので、そこをリードをまず奪えるかというところですね。大した宇多美はバックボーン柔道があるので、柔道で投げる技、STO 的な技とかですよね、あと一本背負いとか、あの辺の技が、出ればというようなところでしょうか。さあ場外戦、これをエルボーで井上京子がラリアットも重ねていく、うーん、スリーパー、はい、戻りましょうね、戻りましょう、あそこで組んだらやばいんですよね、あーいいですね、こういうのですよね。さあ投げを打っていく林田宇多美、試合時間間もなく10分というところ、ちょっとリードというところ、あーでも いいですね、ペースを掴んでいるか、ヒットアンダーウェイ、エルボーを打って井上京子のエルボーをかわしていく、しかし雪崩式の技を食らってはまずい、いやすぐに起き上がったがフラフラです、今のは気力でなんとか起き上がったというところか。さあ大技を先に放っていったのは井上京子の方、このまま井上京子としては着実にフィニッシュパターンに持っていきたいところですが、林田宇多美今やっとギアが1個上がってなんとか対抗しているというところか。さあエルボー連打、バックを取る、うーん、しかし井上京子もバックを取ればバックドロップ、井上京子が唯一こう足元を救われるとしたらスタミナ切れとかその辺がちょっと怖いような気もしますが、さあ井上京子、うわあちょっとフラフラなってますね、マウント取っていく、あんなタックル入るんですね、その辺がちょっと井上京子にはないところ、あーしかしこういうパワー系の技でどんどん体力を奪われていく。さあエルボー一発で崩していく、膝から崩れ落ちる、さあそしてこんなキャメルクラッチでも一発で、さあギブアップはまだ奪えないが、井上京子、おお逆落としが決まる、この辺は柔道系の技ということでしょう。さあ井上京子まだ余裕はありそうですが、再びコーナーへ持っていく、今度はあ逆さずりですね、再びフロントスープレックス、雪崩式のフロントスープレックス、派手に飛んだらというところでしたが、林田宇多美これは救われたか。さあ場外戦、試合時間14分、まあここまで林田宇多美はまだよく頑張ってる方というような感じか。おーいいですね、この、STO ですね、言ったら足払い、違う、体落とし、いや違うな、違うな、あーパワーボールカウンターで決まった、これは一発で決まるかも、うおーカウント 2.9。 さあ林田宇多美、ここは赤信号点滅か、エルボー合戦、これを勝てばまだチャンスはあるか。いや井上京子が立ち上がってラリアットでぶん殴っていく、さあそのまま、いやまだまだ諦めない、あ、おータックルからの逆肩エビ固め、ブレイクになりましたが、これはでも井上京子がコントロールできないということですね。さあコーナー、これでちょっと待ってください、これが決まればまだ可能性はあるか、なだれ式、あー返していく井上京子、なだれ式の
オクラホマスタンピード、さあそこから、いや、と叩き込んで万事休すか、うわぁ、文句は言わせない。さあ力いっぱい戦って毎試合倒れる。しかしこれでパフォーマンスをしたことにより実はちょっと気力が回復してるんじゃないかというね、ほんのちょっとですけどね、試合時間16分35秒ぶん殴りラリアットからの両手押さえフォールで井上京子が林田宇美から3カウントを奪った試合でした。さあ行きましょう、まだまだ行きましょう、あと残り本日2試合ありますのでね。では行きましょう、1回戦の第4試合、ダンプ松本対イーグル沢井、行きましょう、試合開始です。さあということでダンプ松本ですね、かつて全日本女子プロレスで、ヒールレスラーとしてもう一世を風靡し、長与千草ライオンズ飛鳥の、良きライバルとしてというか好敵手、いや違うな、まあまあ、憎まれ役を買って出た、名レスラーの一人ですよね。まあ今だったらもう犯罪としてなるんでしょうけど、昔だから許されたわけじゃないですよね、家に個人的に家にかファンレターと称してカミソリが送られてくることなんて日常茶飯事だったそうですね。まあそら、ベビーフェイスとヒールがはっきり分かれる、でそれを煽って煽って行き着いた先があの顔のメイクということですからね。でこのダンプ松本のコスチュームも以前は別のコスチュームね、黄色ベースのあのぽっちゃり型の、髪の毛を立てたやつだったかな、なんかそんなのを用意してたんですけども、この水着タイプがえらい好評でね、まあ、私もこれいいなと思ってたんですけども、時代的にはこの時の時代じゃないからなみたいなことでなんかちょっとこだわってみたんですけども、視聴者の方にこれをお披露目してみたらっていうか、まあダウンロードさせていただいただけなんですよね、自分が作ったわけじゃないんですけども、まあこのなんでしょうね、あのブルーのところの色合いというか、あとそしてあの昔のね水着感、昔の女子レスラーは水着で試合、競泳用の水着ですね言ったらね、で試合をすることが多かったので、水野やったのかな、どうかな、アリーナか水野か、まああのスイミング業界で働いてた私としては、アリーナか、水野だろうなというようなことが、なんとなくスピードかアリーナかみたいな感じがあったんですけどね、まあ、その水着感が出てていいですよねっていうことでこちらになったということですね、まあヒールレスラーダンプ松本、今も一応現役でプロレスのリングにも上がるし、テレビ番組なんかも出たりダイエットしたりまた戻ったりみたいな感じなんですかね、相変わらずあのままのキャラクターでおられるということですね、対するはイーグル沢井、LLPW で活躍した女子レスラーで、とにかく大型レスラーだということですよね、 LLPW でしたよね、そうですね、で LLPW ね、今日始まった時に言いましたけども、スターダムと前女は重ならんようにとかいろいろ考えてたんですけども、LLPW はあんまり考えてなかったので今回同じトーナメント枠、同じブロックに、神取忍がいるというようなことはありますが、まあまあこれはもうしょうがないということですかね。さあということで、イーグル沢井、昔ね女子プロレスが、一大ムーブメントを起こしてて、一大ブームの時代に、東京ドームとかでね女子だけで、興行が打てるような時にこの、まあ、いろんな団体が対抗戦という形でその同じリングで戦うということがあったんですけども、その時のトーナメントかなんかでこのイーグル沢井が出て、でなんかちょっとだけ不穏試合をするっていうのをなんか昔覚えてるんですよね。なんか試合では負けたけども、試合では負けたけども、全然なんていうんですかね、やられ
ってない、ダメージを負ってない風に悠々と、リングを降りていくっていう、まあ、これもプロレスの中のホーン試合という、まあ、ホーン試合とまで言えるかどうかわからないですけども、負けた側のレスラーはリングを降りる時も、俺はやられたよって、いや私やられちゃったっていう感じで負けていかないといけない、そこまでが、まあ、仕事というかビジネスなんですけども、それをやらないレスラーがたまにいるんですよね。だからまあブックが決まってて、どっちかが勝ち負けっていうのはまあ、事前に決まってたとして、でもやられた側のレスラー、負けたはずのレスラーが、口笛吹きながら、悠々と降りていくっていうことは、あれなんでお前負けたのに、なんでそんな余裕なんと、勝った方がしんどそうにしてるのおかしいやんかっていう風になるっていうのを避けるために、そこまでがセットになってるんですけども、これを昔よく藤原組長なんかがやってたらしいですよね。試合で前座の試合で、負けるんだけども、試合が終わったら全然痛そうな素振りもせずに鼻歌混じりで、去っていくというようなことがあった、俺の方が本当は強いんだぜっていうのをどっかでこうなんか暗に観客に示したかったみたいなのが、なんかそれをね、イーグルサワイがなんか昔やったっていうのをね、ほんのどっかのチラッと見たんですよね。でその時にそういうのがなんか僕は好きで、その時なんかすごい、あーイーグルサワイってすげえなーっていう、なんかこう権力に立ち向かおうとしてるというか、噛みつこうとしてるなーみたいなところがなんかちょっとすごいなと思ったっていうのがあったということですね。私のイーグルサワイの思い出でした。さあ試合の方に集中していきましょう。さあだからといってどっちが勝つかはわからないですね、これはね。さあしかしどちらもパワー対決、パワーで言えばややイーグル沢井の方が上回るか、ラフ殺法で、はダンプ松本の方が上かというところ。しかしダンプ松本もパイルドライバー決めていく。試合時間は12分経過。先ほどちらっと噛みつきがあったので、このダンプ松本としてはできるだけ早い時間に流血させることをしたかったんですが、それがうまくいってない状況ということはイーグル沢井の方がというとこですが、それでもペースはダンプ松本が握ったか。今の連続攻撃は、かなりのダメージを与えたはず。さあしかしイーグル沢井も負けてない。ローリングラリアットを決めていく。イーグル沢井はあのコーナーからのチョークスラムみたいなのが多分イーグルキャノンかなんかが必殺技なんですよね。決まれば一発で決まりそうなんですけど、なかなか条件が揃わないから出にくいというところですが、それを補うだけのパワーを見せつけるラリアットを決まる。さあリング中央で組んで、おおパワーボムでどうだ、うわカウント 2.9。 さあイーグル差は、いやダンプ松本負けてない。きっちりと基本に忠実なパイルドライバーでダメージを与えていきます。これなら技が入りやすいか。さあバックは取るか、ラリアットを決めていく。いやーイーグル沢井のこの一発の方がでかいような気がする。さあダンプ松本ロープに救われた。うわーアバランチプレス。さあイーグル沢井どうする、バックを取るか、うーん逆さ押さえ込み、テクニックでもダンプ松本を勝っていく。うーんあーこれは喉落とし、いやチョークスラムかから、このままギブアップを奪う技でも出れば一気に決まりそうな気もしますが、バックドロップ決めていく。いやーダンプ松本も止まらない。お互い止まらない、全くこうスタミナ切れとかならないですね。さあラリアットでカバーに行く。どうだ、うわーカウント 2.9。 さあいよいよクライマックスが近づいてきたか。これはラリアットを決めていく。さあバックを取ってバックドロップ、イーグル沢井がすぐにカバーに行く。決まったか、いやーカウント 2.9。 ダンプ松本返す。うわーちょっとダンプ松本が今隙を見せた瞬間に腕ハンマーからの後頭部ラリアット。さあイーグル沢井ラリアット3連発。しかしダンプ松本起き上がる。さあコーナーの攻防どうする、うんスプラッシュを決める。でラリアットか、ダンプ松本が首切りポーズで大ブーイングが起きております。
試合時間は間もなく18分ですが、イーグル沢井のこのパワーボムがフィニッシュとなるか。うわー、決まったー。うわ、うるさ、でかい音これはボリュームだからもうコントロールできてないな多分。はい、試合時間17分58秒、サンダーファイヤージャンピング、サンダーファイヤージャンピングパワーボムだったんですね。はい、でイーグル沢井がダンプ松本から3カウントを奪った試合でした。いやー、力でねじ伏せたとはまさにこのことでしょう。ダンプ松本も流血させれてたらというところあったんですけどね。はい、まあもうこのしょうがないということですね。さあ、というわけで、行きましょう。本日の5試合目、1回戦の第5試合、最後の試合となります。神取忍対バイソン木村、ですね。一応私的には優勝候補の一人だと思っております。神取忍。そして、バイソン木村が好きです。どうなりますか？試合開始です。さあ、というわけで、神取忍、この間でしたっけね、生配信かなんかの時に、視聴者の皆さんと、まあ、なんかワイワイやってて、この間神取忍対天竜源一の試合を見ましたよというコメントを確かなんか書いてくださってる方がおられたんじゃないですかね。まあその当時、まあ、あれも何年前になるかわからないで忘れましたけど、かなり前ですよね。また男性と女性、男性レスラーと女性レスラーが、一緒のリングに立って戦うことはあんまり、まあ、ミックスタイプマッチだったらありっていうぐらいだったんですけど、シングルマッチで戦うのは、なかなか実現しなかった。したとしても、そのインディー系のレスラー、インディー系団体のレスラーだったというようなことが多かったんですけど、まあメジャー中のメジャーレスラー2人、神取忍と天竜源一郎が、同じリングに立つ。で、しかもその内容が、手抜きなしということで、その試合後神取忍は顔面をボコボコに晴らして、リングを降ります。結局はまあ負けるんですけども、それで余計に株を上げるというところがまたプロレスのいいところのような気もしますよね。まあ女の中の男って言うんでしたっけ、男の中の女って言うんでしたっけ、まあ、女性、男勝りっていうところですかね。ただもちろん各ファイプロ団体 WMW では男性レスラーが180、エディットポイント180、女子レスラーは160で統一してますので、今回ここに登場しているレスラーは全てエディットポイント160です。神取忍もそれなんですけどね。しかしその中でも強い、その強さの秘訣はやはり脇固めにあるかなというところですね。神取忍もともと柔道の猛者であり、柔道で日本一とかになってるような、人ですよね。でその柔道をバックボーンにプロレス入りをして、で北斗晶などと、まあ、死闘を繰り広げて、でプロレスラーになったのはかなり後なんですけども、なんて言ったらいいんですかね、なんかプロレスのことをよく分かってるというか、柔道の技しか出せないんじゃなくて平気で殴る蹴るをできるっていうところが、その辺がやっぱりちょっとすごかったっていうところなんでしょうかね。プロレスラーとして、スムーズに開花したと思うし、あとこの地続きとかもね、一本足地続きとかもこのラフサポを得意とするレスラーに一気に表現して花開くというところでしょう。対するはバイソン木村ですね。アジャコングとバイソン木村でジャングルジャックというタッグを組んでて、ブル中野が率いる極悪同盟じゃない、極門党でしたっけ、なんかそのブル中野が、リーダーとするユニット、ヒールユニットにいたんですけども、このままでは私たちはブル中野を超えることはできないということで、アジャコングとバイソン木村がジャングルジャックというユニットを作って、ブル中野に立ち向かっていくと
まあ下克上みたいなもんですよねっていうのをやっていくっていうことになって、まあ、その当時アジャコングの方が有名だったのでアジャコングがそれを率先してやってるかってなったら後年、実はあれはバイソン木村の方が言い出したと。アジャコングとしてはなんか兵装みたいな感じになってたのが、バイソン木村がこのままじゃ私たち埋もれてしまうとこのままじゃあかんって言ってなったっていうのがよくあったね。で、まあ、その後、アジャコングとタッグを組んで、上に下克上を仕掛けて、負けて丸坊主になって、美しかったバイソン木村さんは、髪を切られてリング上で、涙し、それに対するアジャコングが泣くなバイソンと言ったのが、まあ皆さんご存知ね有名な、泣くなバイソン事件ではないですかね、はい、アジャコングの名言として残っている。でその後全場を出てからバイソン木村は、JD かなんかに上がったりするんですよね。他団体にも上がったりしてキャリアをそのまま続けたりして、まあもう今はもう当然ね引退されたということです。ヒールレスラーなので、顔にペイントなどもしてて悪いことはするんですけども、まあ、かなり美形な方だったということですね。あと個人的にはチョップが得意なレスラーでね、毛先切りチョップとか、いろんなチョップを使いこなすっていうのがパイプラーとしてもなんかこう作りがいがあると言ったらいいんですかね。これでどうやってこの人を勝たせてあげようかなみたいなのがあったっていうのもあって、個人的に好きです。で、まあ、そのファイプラーとしての云々で言うと、カンドリシノブも苦労したのを覚えてるんですよね。まあ、今でこそこのカンドリシノブらしい強さが、出せるレスラーに仕上がったと思いますけども、当初はなかなか勝てなくて方向性が分かりづらくて、そのどうやったら勝てるかな、まあいろいろね、カンドリシノブの得意とする、試合運びみたいなのをいろいろ考えて、どうしようかなしようかなって言って、で形にしたけども結局勝ちにつながらないっていうのを結構な時間有したような記憶がありますね。で苦労してなんとか作り上げたものがかなり強くてということですね。以前行っていた女子の団体運営モードファイヤープロモーター、これはもう完全にレスラーの試合をロジック戦どころかもう全部スキップしてコンピューター同士、あ、ちょっと待ってください。あ、うわ、ちょっとこの G ブロックはすごいな、なんかわからんようになってきたぞ。これで強いんですよカンドリシノブ、でもバイソン木村の野望の方が強かったっていうことでしょうね。うわ、試合時間12分30秒、リングアウト勝ちでバイソン木村がカンドリシノブから勝利ということになりました。これも勝ちです。プロレスとはそういうものです。はぁ、はい、いや頑張って強くしたんですけどね、優勝候補の一人がまたここで敗退。いや、トーナメントは何が起こるか分かりませんね。はい、というわけでもうこれはもうすっぱり僕は、終わります。本日はここまで。次回、1回戦の第6試合続きからやっていきます。ジャンボ堀、対シェイナ・ベイズラー、そして堀田由美子対コナミ、ジャガー横田対ついに X の登場、果たして X は誰なんでしょうか。ハードルを上げたくないんですけどね、お楽しみに。ということで今回はこの辺でお別れです。最後までご視聴いただきありがとうございます。明日もお会いしましょう。ではまた。